どうも、構図です。今回ですけども、AKB48 オリジナル公演初日延期のお知らせということで、まあ、案の定っていうかね、案の定っていう感じですけど、まあ、やはり再度の延期になりましたということで、お知らせがね、公式ブログで上がってます。ブログの概要欄からぜひ、ご覧ください。2月24日に初日を予定しておりましたオリジナル新公演につきまして、諸般の事情により延期させていただくことになりました。初日の日程が決まりましたら、改めてお知らせいたしますということで、その再延期。延期がね、当初12月でしたっけ？12月8日やるって言って、2月24日に延期して、再度の延期ということで、一度延期して再度延期。で、その再延期の日程はもう知らせないよというふうな形なんですよね。踏むということで、まあ、個人的予想は、まあ、ゴールデンウィークにできれば同じぐらいかなというふうに思ってますけど、どうなんでしょうね。これは秋元康さんのその歌詞の制作が間に合ってないのか、もうそもそも要は曲が揃ってなくて、未完成で、その歌入れもまだ、振り入れもまだっていう状況なのか、もう歌はできてて、歌入れも終わってるのか、で、あと振り入れだけなのか、どうなんすかね。ね、だからまあ、その村山由里さんのね、そのウェイティング公演、調の公演が、またそれも2月にあるんですよね、確かね。そう、2月だっけ、なんかその辺にあるんですよね。そう、岡部凛さんがまだ出れる公演じゃないかっていう説があるんですけど、だからもうそれをやるってことは、やっぱり、まあ、少なくとも2、3ヶ月は、ね、時間稼ぎって言ったらあれですけど、多分やるんじゃないかなというふうに思うわけで、まあ、だからこそやっぱ早きゃゴールデンウィークかなと、5月ぐらいかなっていう、まあ、4月卒業のメンバーが多いっていうのもあって、でもまあその4月卒業を待って、そっからレッスンしてってなると、6月とか7月とか、まあ、ともすれ8月なんていうこともまああんのかなっていう気はしますけど、どうなんでしょうね。こればっかりは何とも言えないですよね。まあでも皆さんは予想通りじゃないですか。まあどうせ間に合わないでしょみたいな。だって12月8日の段階で2月24日に延期するってことは、もうあと振り入れぐらいしか残ってませんよ。でも2月中にゲネプロをしてみたいな。もうほぼできる状態にして初日迎えようみたいな感じなはずなんですよ。じゃないっていう、そうじゃありませんっていう状況なんで、だって今だってその村山由里さん公演のレッスンが始まってるぐらいのところなんでしょ。ってなると、じゃそれをやってて24日に新公演のレッスンも並行してやってなかったらおかしいわけですよ。今のタイミングでね、もう1ヶ月切ってるから、って考えるとね、いつになるんですかね。その進捗がどこなのかが分かんないから、マジで予想つかないですよね。秋元康さんの歌詞が届いてないとかっていうレベルだと、ゴールデンウィークすら危ういですよね。半年ぐらい、何曲残ってるのかにもよりますけど、さすがに16曲まだってわけじゃないと思うんですよ。曲の選定が終わってて歌詞つけるっていう。どうなんだろうね。歌詞があって曲つけてんだろうかね。AKB ってどっちなんですかね。歌詞選考、曲選考、どっちなんですかね。曲が決まってて歌詞待ちだったら、マジで秋元康さん頑張ってよ状態だけど、もう歌詞ありきの曲の選定が終わってるんだったら、もうそれはもう出来上がってるじゃないですか、ほぼ。もう歌詞もあって曲もあってって状況だ。だからどれぐらいの、その制作の進行度合いなんだろうね。だから公演作るって普通の順序で言うと、その楽曲がある。それは曲も歌詞も完成しているっていうことが、まあ第一ステップですよね。で、まあその、まあおそらく16曲ぐらいになると思うんですけど、まあそれの、まあそのセットリストがもう決まっている。だからその前にやっぱ楽曲選定をしたりとか歌詞を書いたりっていう工程があるから、
それにどれだけかかるかなんですけど、まあ、それが終わりましたってなった時に、じゃあその仮歌っていうのを歌ってるはずなんですよ。その楽曲の歌詞があって曲があるって状態で仮歌って言って、そのなんかプロのボーカルの方がそのガイドボーカル、カラオケのガイドボーカルみたいなんじゃないですか。ああいうなんかプロのボーカルの人が多分歌ってくれるような音源があって、でそれをメンバーに聞かせてメンバーが歌い入れするみたいなレコーディングって言われてる作業があって、でそっからそのそれが先か後かですけど、あのそのメンバーの歌い入れと、あとその振り付け、これはちゃんと振り付け師の方が振り付け考えてそのメンバーにレッスンをするというふうな流れがあって、メンバーの歌声が入った楽曲にメンバーが歌って踊れるっていうふうな状態が出来上がると、うん、でそれを何度も何度もレッスンして、あこれだったら人前に立てるよねって状態になって、初めてその公演スタートっていう、大まかな流れ多分そうだと思うんですよね。だからねえ、今どこにいるのっていうオリジナル新公演は今どちらにいらっしゃるのっていうところが、まあ、非常に気になるし、その進捗、現在の進行度合いによってあと何ヶ月ぐらいかかりそうだねって話はもっとしやすくなるんだけど、それが分かんないからさ、ぶっちゃけ分かんないっす、あとどんぐらいかかるかという話は、単純な予測としてもう12月に初日やりますよって言ってる時点で曲はできてるという風な話か、もう残り数曲の仕上がり待ちという状況だとすれば、まあ2ヶ月経って進捗変わってなかったらやばい、もうあと1曲ぐらいですというぐらいの進捗なんか、もう曲は作り終えてて、あ振り付け待ちですっていう状況だったら思いのが早いかもしれない。どっちなんだろうね。まあだけど音源もさ16曲もあればさ、16曲かどうか分かんないよ。過去の傾向からするとこう劇場公演では16曲編成が多いので、それぐらいの構成だとすると、16曲分ね、ミックスマスタリング作業もありますからね、音源としてね。まあまあ結構かかるんじゃないかなと思ったりはします。いかがだったでしょうか。皆さんのね思いコメントに載せてもらえると嬉しいです。高評価もぜひ、チャンネル登録もぜひ、何卒よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。どうも高津です。今回ですけども、今月は満ちるという楽曲ついにプロデュースいたしまして、楽曲プロデュースね、コーズアンダーグラウンドフューチャリングの、楽曲プロデュースは結構ね、曲数も出てきているんですけれども、まあ、今月は満ちる、これは指原莉乃さんが HKT メンバーに書き下ろした公演の、表題タイトルになっているわけですけれども、僕なりの解釈で歌詞を自ら書いてみました。全くサッシーのね今月は満ちるとは全く別の楽曲になっていますが、まあ、王道アイドルソング調であるということは、似ています。なのでぜひね、音源化されていない指原伝説の、今月は満ちるを思いながら、コーズアンダーグラウンドの今月は満ちるぜひ聴いてみてください。 MV 公開中です。どうもコーズです。私がプロデュースしたアイドルソング、ファーストシングル先に好きと言えなくてついにリリースになりました。アイドルオタクかつ楽曲派の私が実際にアイドルが歌ってみたら最高なんじゃないかという曲を作ってみました。ぜひ、各種配信サイト、そして MV は YouTube にて公開中。ぜひチェックお願いいたします。